皆さんこんにちは、リーティングの村田です。すごい久しぶりにちょっと技術動画を簡単に出せればなと思って今撮ってるんですけれども、先日サブチャンネルの方で僕試合に勝つためにミドル前の処理を強化しようっていう動画を出したんですよ。あれに出るんですけど、その時のミドル前の処理の仕方の動画です。いかに厳しく相手の、バックサイドを限定します。バックサイドに厳しいボールを厳しいコースに送って、できる限りバックサイド寄りにしか打たせないためにはどうすればいいか、そんな技術を今日は紹介していきたいと思います。基本的に試合になるとここら辺に来るケースすごい多くなるので、相手のサーブにしろ相手のストップにしろ、大体こんな際限に来るのってプロの選手とか本当にトップの選手ぐらいで、大体はこれに来るので、そこのボールをいかに厳しいボールを送れるかです。意外と皆さん大事にしていないこの技術やっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、今見てもらったものですけども、のバックサイドにできるだけ深く厳しく、つっつきかな、切ってちょっと流しながらつついてるぐらいな感じなんですけど、あれをやると、ほとんどの方は大体こっち側に来ます。ストレートに来るとしたら詰まって振り遅れてストレートに来るので、そんな速いボールは来ないです。こっちでいかに待って自分のやりたいことができるかっていうためにも、このミドル処理を相手のバックサイド左であればフォアサイドにいかに厳しく つけるかというのは、試合で得点力をアップするにはかなり必須だと思っています。どうやってやるかというと、つっついてるんですけども、この時にどうやってスピードと低さを出しているかというのは、一つ目は足出しましょうなんですよ。ちゃんとダメボールの近くに行った方がやりやすいというのは皆さん分かると思います。次に、どうラケットをスイングさせるかというのは、流しますよだと分かりやすいので、基本的には縦のスイング、こういうスイングです。このスイングだったらこのままフォアもいけるしバックもいけるんですけど、どうやってコースを変えてるかというと、手首はほとんど使わずに、手首と肘の間の前腕をひねって外旋させるか内旋させてコースを変えてます。なので今こっちにやるときは、このまま入ったときにインパクトの瞬間にここを少しだけ前に出しながら内側にひねってます。そこでこのひねりでインパクトを取ってます。なのでこうやってないです。でここから打ってこういう動きじゃなくて、前腕を内側にひねりながらインパクトをしてます。そうすることで逆に少し振ってひねってあげればフォアに来ます。なので同じフォームのスイングの中でこの部分をうまく使ってボールの捉える位置を変えながら左右に移すと、どっちもできればよりバックサイドに自分が点が欲しい時につけばこっちに返ってくる確率がもっと高くなるので、この前腕をうまく使って大事な処理ができるようになるといいボールが振りやすくなります。ちょっとやってみますね。ほんのちょっとですよ。ただ手首でこうやって頑張ってやらない、こっちから上を使って少しだけ動かして軌道を変えてあげるっていうのが一番重要なポイント。で、どうやって深く速いボールを食らすのっていうのは、少し体重を乗せてあげます。なのでこのままこうやっても無理なんで、しっかり自分は右足が多いんですけど、右足をインパクトするをひねる瞬間に乗せてあげて、ボールに体重を乗せてあげるイメージですね。慣れてくれば多分ここだけで腕だけで速いボールを送れるんですけど、どうしても目線が高くなるとやりにくい人が多いと思うので、まずボールの近くに行く準備をして、バックスイングはできるだけ取らずにまっすぐ入っていって、当たる瞬間にどっちを触れたいかで判断しながら前腕を少し
どっちかに回してあげる。回しながらインパクトして一緒に足も出すと深くて分かりづらい厳しいミドル前の処理ができると思うので、やったらあとはフォークロス回しでブロックするなりカウンターするっていうのをサブちゃん投げてますので、分かんなくてそっちを見てもらえると思うんですけど、簡単ですけど、ここの処理って実はすごい大事で、この処理をなんとなく同じようにミドル前とかここら辺付近にストップをしたりしたりとか、この付近にフリックしたりついてると次待ちにくいですけど、厳しいところに送れば自分が次予測しやすいボールが返ってくる、そのボールをじゃあ自分は何をするかっていう練習まで、いろんなシステム練習ができるようになると思うので、得点が分かるように皆さんこの練習が、ね、できるようになったり、今一度ここら辺を見つめ直してやっていただけるといいかなと思います。簡単ですけど終わります。ありがとうございました。you